ってされたい方ですね、ネットで収益化すると、どういうふうにすればいいんですか、経験なしなんですけどもってご質問いただきました。インターネット収益化、ネット収益化、まあ、アフィリで収入を得たいということですね。まあ、アフィリエイトっていうのはネットにもですね、副業のおすすめとして書かれていて簡単そうに見えるんですけども、年々難しくなっていると。で、難しいっていうのはアフィリ自体の難易度が上がっているというよりもですね、まあ、一つはライバルが増えていること、あとはやる人が増えているということですね。参入障壁が低い、要はすぐに誰でも始められるということですね。ただ逆に言うと誰でも稼げるわけではなくてすぐに辞めてしまうということもあります。あとはネット上にですね、情報がどんどん増えて、まあ、間違った情報が増えている、それがですね、正しい道筋を、曇らせてしまっているというのがその難易度を上げている理由ですね。なので、これは解決策が簡単で、正しいメンターを見つければいいんですね。で、その人がその方法で今も実践しているというものですね。正しいメンターを見つける。で、未経験でもインターネットで収益化する、まあ